今日は、エフィカシーについてお話をしてみたいと思います。過去の動画でもですね、散々エフィカシーについてお話をしているんですけれども、ここはまあ復習も含めて、また新たな学び、気づき、そういったものが必ずあると思いますので、新しい学びにロックオンしながらぜひ聞いていただきたいと思います。まあ、このコーチング理論の中ではとても重要な、この理論の一つであり、決して忘れてはならない。で、ぶっ飛んだ現状の外側のゴールを設定したとしても、エフィカシーが低ければそれは達成できなくなるわけですから、設定したゴールを必ず達成するぞというエフィカシーがとても重要なものであるということはもうすでに学んでると思いますけれども、自分の能力の自己評価、ぶっ飛んだ現状の外側の設定したぶっ飛んだゴールでさえも必ず自分は達成できるぞという自分の能力の自己評価というふうに、捉えてください。で、エフィカシーが低いとですね、やっぱり途中で諦めちゃうわけですね。やっぱり自分はできないんじゃないかな、やっぱりできないなっていうことで現状に戻ってしまう。で、これがこのコーチング理論、この、まあ、マインドの使い方ですけど、脳と心をマインドと言いますけれども、マインドの使い方をこの学んでいく、このコーチング理論をしっかりと学べばですね、エフィカシーをどんどん上げていく必要があるということはもちろん理解して いけると思います。で、エフィカシーはいくら上げても上げきることはないですね。まさに青天井っていうことで考えてもいいと思います。上がったらさらにその先がある、上がったらさらにその先がある、まさにゴールと同じですね。高いゴールを設定する、近づいたらさらにゴールを再設定する、近づいたらさらにゴールを再設定する。エフィカシーもどん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 上げていけばいいので、上がったと思ったらさらに上げていくということを意識的にやっていくということですね。で、まずここは当たり前なんですけれども、他人評価は全く関係ないというところが大きなポイントになると思いますね。これは他人の評価というのは、我々他人は何を見てるかというと、まあ、企業に入ってもそうですし、学校の成績を見られる時も、過去のこれまでのですね、現在も含めた過去の、実績を見て、君はこのレベルだねと、ということで未来もこのレベルだよねって決めてくるのがまさにドリームキラーですね。我々は完全に未来志向であり、能力がどんどん開花されていくというふうに考えているわけですから、まあ、この数字が正しいかどうかは別にして、脳の発揮できている脳パーセンテージは 3% ぐらいだと言われてますよね。 97% が眠ってると。眠った能力を開花するのがまさに現状の外側のゴール設定ですから、ね、現状の内側ってことは過去やったことの中のゴール設定するわけです。 3% の方にゴール設定する、それは眠った 97% いつまでたっても寝たままですよね。眠ったままと、で、眠ったままの 97% を開花するために、まさに現状の外側、これまでやったことがない、これまで経験したことがない、これまで挑戦したことがない領域にゴールを設定するってことは、脳は初めての領域にわけですから行くわけですから、 97% 眠った能力を開花するきっかけになるということで理解すればいいと思いますね。そういうことで言うと、根拠がない自信を持てばいいとよく言うんですけれども、このエフィカシーで実は根拠があるじゃないかというふうに自分は考えるわけですね。過去の動画では根拠のない自信でいいんだっていうふうに多分動画の中でもブログの中でもセミナーの中でも言ってきたと思うんですけれども、一つですね、概念を一つ抽象度上げていくというか、もう一歩進めて考えた場合には、なんと 97% 眠ってる、これが少しでも開花したらとんでもないことができるぞという意味では、なんとここに根拠があるっていうことですね。科学的に、検証できている科学的なその認知科学、そういったものをベースとしたこのコーチング理論で言うと、まさにそれが言えるわけですね。これが100年前だったら、この 97% 眠ってますとか、 3% しか脳は活動してません、使われてませんなんていうデータがないわけですから、結局根拠のない自信を持つしかないなっていうレベルで終わってたかもしれない。これはまさに科学的な進歩、そういったものを裏付けをですね、我々は知ることができてるんですね。 現時点でそういった科学的な根拠があるコーチング理論を学ぶことができているという意味でも、まさに 97% ぜひフォーカスする意味はあると思います。この事実を知ってしまった。で、まさに 97% が眠っているという事実を知ったということですね。それと、ゴール設定によってこの 97% をどんどん開花していくんだということも我々理解することができる。ということは、まさに根拠があるんですよね。根拠のある自信じゃない、思いっきり確信を持っていいってことですよね。
だからこそ現状の外側のゴール設定であり、それを達成できるという自分の能力の自己評価ですから、エフィカシーはどんどん高めていけばいいと思います。眠った能力のその 97% の 1% でも 2% でも開花すると、とんでもないことが起きるのは、これで理解できると思うので、ぜひそこに根拠のある自信をぜひ持ってですね、エフィカシーをどんどん高めていくと。で、他人の評価は関係ない。他人が君はこのレベルだよね、あなたはこのレベルだよねっていうふうにドリームキラーがやって現れてきたら、それはもうスルーするってことですよ。全くそれの言葉を聞く必要はないと。あの言葉、その評価を鵜呑みにしない。我々はどうしても自分の、価値をこう下げてしまうような社会システムの中に、生活しています。もちろんそれは学校教育の中でもそうですね。ある尺度を押し付けて、100点取ってる人一番以外は全部ダメだ、もう少し頑張れ、もう少し頑張れということで、点数で決められてしまうわけで、エフィカシーを下げる方向に世の中の仕組みが学校教育の中では働いているというふうに言えると思いますし、社会に出ても一緒ですよね。社会に出ても、営業、例えば営業に入ったら営業成績1番2番とランクをつけられて、君はまだこのレベルだからもっと頑張んなきゃダメだと、全然できてないっていうふうにこう下げる方向、減点主義が蔓延してますよね。そういった意味では世の中に出ると学校も含めてですけれども、社会は全てこの減点主義、エフィカシーを下げる仕組みだらけだというふうに考えて、もういいんじゃないかなと思うわけですね。じゃあその中で、エフィカシーを上げていくどうすればいいんだ、まさに根拠のある自信ですよね。根拠のある、確信を持てばいいんですね。我々 97% 眠ってんだと、そこを思いっきり開花するんだから、誰が何と言おうとも自分はできるんだって。で、自分の評価ですから、人の評価を聞かないで、他人の評価を、スルーして自分で確信を持つ。で、周りの人の評価を一切そこをドリームキラー的な足を引っ張るような評価は一切気にせずに、どんどんゴールに向かっていけばいいと。で、実際結果出てきたら、みんなの見る目が変わってくるわけですよね。で、そこでまさにドリームキラーがドリームサポーターになってくることもあるので、そういったドリームキラー出てくるということは、自分がどんどん加速しているという証拠だと思いながら、前に進めばいいんじゃないかなということで、エフィカシーは根拠のある自信ですよということをもう一回確認してみましょうというのがこの動画のメッセージですね。で、今日は、まさにワークとしてアウトプットしていただきたいのは、エフィカシーが過去に上がった瞬間のそのポジティブな経験をぜひ思い出していただきたいんですね。過去のその嬉しかった楽しかったとかっていう、そういう記憶の中にエフィカシーが高まったっていう瞬間がきっとあると思うんですね。それは人に褒められたとか、一つのことを大きなことを達成したとか、自分がこうなんか一生懸命やってたものが結果が出た瞬間だとか、ウォントンのエネルギーで思いっきりやってたら思いっきり結果が出たとか、なんかいろいろあると思うんですけども、そういった過去のことは関係ないんだけども、我々は過去の記憶の中でもポジティブなものがあれば、それは積極的に未来に使うことができるわけですから、誰でもそういった経験が一つや二つあるはずなんですよね。なんか小さいことでもいいです。自分がこれエフィカシー上がったなっていうことをぜひ思い出してみて、ぜひそれをコメントを書いてみてください。嬉しかった、楽しかった、で、周りの人はどう思っても関係ないですよ。周りの人の評価じゃなくて、自分がそういうふうに感じたという、小さなことでいいです。それがまさにエフィカシーが上がった瞬間ですよ。まあ、何でもいいです。小さいこと、嬉しかった、楽しかった、人から、まあ、人の評価は関係ないんだけれども、褒められたとかも含めてですね、誇らしかったとか、そういったものを含めて、エフィカシーが上がった瞬間、自分の能力の自己評価ですから、自分の結構自分できるじゃんっていうものがあれば、ぜひ積極的にそれは上げてみてください。今日は以上です。ありがとうございます。